こんにちは、ライムです。早速前回の続きからやっていきましょう。前回古代の遺跡クリアして、ボルグの記憶だったりが出て、今こんな感じで出ているので、はい、突入しようかなと。まあこのボルグの記憶がもしかしたら結構レベル高めの設定かもしれないので、入ってみないとわからないですけど、多分ね、ボルグの記憶クリアしないと話進まないんじゃないかなっていう気がしないでもない。どうなんでしょうね、バディ連れていけないタイプか。レベル60、連続バトルだって。レベル60、これ無理じゃない？まあアイテムも持ってかないので、一回試しにやってみるか。多分無理だと思うんだよな。60は無理だろう。もうちょっと育ってからじゃないと俺は負けたのか。なんかすごい首落ちてるね、アバリア。守りの首輪、これどんどん拾っていけばいいのか。防御力が上がる。奇跡のコーラ、プロセス、やばいね、かけられまくりだね。サイレス余計、回避の首輪、回避の首輪、攻撃を壊しやすくなる。まあ、どうせマバリアも貼られてるんでね、逃げながらっていうのも全然。力の首輪、バリアが解けた。あーほら、こいつ貼り直すのか、こいつ貼り直すのか。円筒の首輪、なるほどね、こいつ貼り直してくるんだ。技の首輪、技の首輪ってなんだ。 SP がどんどん回復する、これ良さそう。切れたと、あ切れた瞬間にやってくるのか。これどうしよっか、こいつ、こいつ厄介だぞ。え、270 待ってダメージ270は無理でしょこれ。え、270は死ぬぞ普通に。マジ、いや270はさすがに無理ゲーじゃない。ここから打ってみる、サンダー86。ちょっとずつ打っとけ。いやでもこのダメージ勝てないだろう。やべ、近い。これは技の首輪装備して歩きながら回復させてくすっぽ。あ、やばい。おお、こいつ魔法も打てるんだ。あ、死んだ。強いな。多分無理だよ多分無理だと思う。わ、すげえ勢いで回復するわ。これで回復の首輪今度持たせて、これで足踏みすればすごい勢いで回復する。蔵とか落ちてないと無理でしょこれ。この程度のダメージで傷が。わー出た、鉄巨人だ、嫌いなやつだ。今度は本が落ちてますね。ブライン、ブラインは結構いい、有効だと思う。ブラインは有効だと思うな。ブライン使ってみるか。近い、怖い怖い
イテムで回避にしようかな。一歩ずつ逃げて撃っていく。近づいてこない。怖っ。MP か SP が切れたので、技。あ、やばいんじゃないこれ。ちょっと動き方間違えたな。これ移動できないこれやばい端っこ行っちゃった。やばい、斜め移動ができない。あ、そうだよね、そうなるよね、そうだよね、知ってた、今のは知ってた。端っこ行くの良くないな、あんまり。あ、やばい、なんでこっち行っちゃったんだ。あー、やばいな、これ。こう行ってこうか。お腹が減ったな。お腹が減って、あ、死んだ。OK。強いな。ちょっとレベル60じゃないとやっぱ無理な気がするな。今までずっと戦ってきた。あー、こいつが2回行動するやつだな。こいつ嫌だな。こいつ強いな。こいつ絶対強い。ほら、一瞬で近づいてくるもん。こいつ逃げられないやつだよ。どうしようかな。ドンムグスロー、ドムブ使えばいいんじゃない。ドムブ、うお、いて、沈黙やばい沈黙されちゃったら魔法使えないから意味ないじゃん。困ったぞ、こいつは困ったな。ポイズン、おお、やばい、いて、ダメージが痛い、超痛い。あ、やばい、なんで近づいたなんで自分から近づいてった今。やばい。なんか投げるもんがないときついな。おお、すごい、めっちゃ混乱してる。あやばい。プロテス。沈黙は鬱陶しいな。スロー。あ、やばい、死ぬ。いや、無理だよ。やっぱちょっとレベル足んなかったかな。ちょっとレベルが。もうちょい鍛えてからにしましょう。他に行けるとこあんのかっていうことは。レベル60って多分普通にやってたら届いてないと思うな、この段階で。ここも確かシドがなんかすごい強いやつだったよね。シドじゃなくてなんだっけ、確か誰かのやつレベルめっちゃ高かったんだよね。ここか、びっくりマークついてる。ゲイレ市長の家。
やっぱり大いなる力がないと飛空艇は動かないのか。どこかにヒントは。お探し物はこれかしら。イルマ。あたし盗むのは好きだけど、盗まれるのは大嫌い。あたしの記憶を盗んだこの町からとにかく出て行きたいの。そうなのか。とにかく助かる。でも条件があるわ。一体どんな条件なんだ。あの破壊神とやらに絶対勝つこと。分かったわね。当たり前だ。行くぜ相棒。さあ冒険の始まりだ。キュキュキュ。協力してくれるとかっていうか、そうか、イルマこの間仲間になったんだっけ。言ってること変わりませんね。それで飛空艇が動くようになって闇の神殿に行けんのかな、これ多分。もうびっくりマークついてますね。ボルグは関係なかった。ボルグの記憶は特に関係ないっていうね。この大いなる力さえあれば。なんかすごい変わった形だね。思った通りだ。チョコボ、破壊神をぶっ倒しに行くぞ。さあ準備はいいか。コピン。どうしたんだ。何か俺まずいことでも言ったか。わえ、なんだ。わあ、えまさか。まさか。操縦してる。一人チョコボ一人で操縦してる。器用すぎじゃない。すごすぎない、チョコボ。おいちょっと待て。お前まさか一人で行くつもりなのか。ラファエルを救うつもりなんだ。あ、こういう形なのね、この飛空艇。すごい形だな。ていうか初めて見たね、チョコボあの飛空艇見たの初めてだと思うんだけど。よく運転できるよな。運転うますぎか。お、落ち着いた。ここで一応戻れるみたいですね。セーブ、一応セーブしとこう。怖い。セーブはしておきましょう。はい、ということで多分ね、これラスダンだと思うんだよね。闇の神殿。おお。あ、これあれじゃん、 FF9 のあのアレクサンドリアのやつじゃない。襲撃されてる時の曲な気がする。多分これまた階層が深くなるほど曲も変わってくと思うんですけど、
寝てる、黄色いやつが寝てる。クリプトンベリ。これいいアイテム拾えそうな気がする。なんか FF9 のあの曲になんかエフェクトがかかってるみたい。スローか。いて。てかよく考えたら魔獣使いじゃないね。まあいっか。大丈夫か。魔獣使いじゃねえわ、よくよく見たら。どっかチェックポイント通過したら戻るっていうのも全然ありだと思うしね。まあ50階層だしどんどん行っちゃおうか。まだこの辺の敵も弱いみたいだし、あ、ぐんぐん行けちゃうなこれ。また5階、うわー106。これ蹴った方が強いんじゃない、これ。ワンチャン、ワンチャン蹴った方が強いまで。蹴った方が強いな、これ。魔法打つより蹴った方が強いぞ、これ。こうなってくると黒魔同士である意味がないな。ライギーサールの野菜。食べよう。お、ボスですね。10階だからボスだ。何出るだろう。お、イフリート、イフリート、ここでまた出るんだ。あ、やばい、プロテス貼りたいけど、それはプロテスないんだ。プロテスはないんだ。やっぱ魔獣界便利だな。これ考えるとやっぱ魔獣界便利だよ。一応遠くから攻撃できるけど。あ、ウォーターに、ウォーター弱点だねこいつ。162だ。ダメージがえぐい。力が集まっている。こういう時は、こういう時はマバリアを使っておきたい。の火炎、うわ、やっぱこういうダメージだよね。あ、死んだ。カミラが、うわー、ダメージが痛いぞ。バーニングヒール、回復もすんのこいつ。やばいな、やっぱ回復手段ないときついぜ。ヒートナックル近づいてきた。ハイエーテル、
お、死んだか。オッケー。イフリートの魔石強かったね。あー危ねえ、脱出しちゃいそうだった。危ない危ない、危ない危ない。チェックポイント通過しないと脱出できない。オッケー、チェックポイント通過。もうちょっと頑張りたいね。やっぱ魔獣使い強いと思う。プロシェル晴れて、しかも回復までできるからね。ウリザードの罠。どこ撃ってんだ。真ん中っぽいな。サイレスよけの蔵。ダンジョンルームだ。久々に見た気がする。これどっちだ。あー、変える方か。プラチナの爪足りない。プラチナの爪だって。プラチナの蔵。気になる。25限28の36上限。ダマスカスとどっちが強いんだ。あ、ダイヤか。ダイヤの上位互換か。さすがにダマスカスよりはいかないけど、クラが、プラチナのクラがいいな、これ。36。上位互換か。これ買いたい。これ買いたい。はい、鍛冶屋行きたいね。鍛冶屋で強化したい。お、鍛冶屋じゃん。これダイヤの蔵そのまんま合成しちゃえるんじゃないか。ちょうど6個空いてるし、やっちゃおうかな。外して、ダイヤの蔵を外して、合成プラチナの蔵にダイヤの蔵。 OK。いいんじゃない。これで防御上がったぞ。
また鍛冶屋か。お金がギュンギュンなくなってくけどね。ジャボテンダーか。でっかいのがいる。ジャボテンダーだって。ジャボテンダー。めちゃめちゃ逃げられるけど。お、一気に上まで移動してきた。ボスですね。行きますか。なんだこいつ、戦いたいのか。死んだ。はい、行きます。今度なんだろう、流れから言えば芝な気がする。ああそうだよね、召喚獣の連戦か。っていうことはこいつ今度ファイヤーが弱点ってことになるのか。おお、アイスダンス怖いな。ダメージが怖い。毒薬蹴っとこう。いざとなったらイフリートの魔石も、てか使っちゃってもいいな別に。これあれか、ピンチになったら使おう。ピンチになった時に使おう。とりあえずファイヤー打つ。通常攻撃はそうでもないな。回復するんだ。力が集まっている。ここでですよ。ここで天使の衣を。ダイヤモンドだった。443。やばい。ダメージがおかしい。お、死んだか。オッケー。はい、チェックポイント通過。ジャボテンダーめっちゃ寝てるぜ。追いかけるぜ。早い。右足めちゃめちゃ早いな。うわ、と思ったら後ろからまたやってきた。なんだあいつ。レベルアップ。ダンジョンショップ。玉鋼の爪。
なんだこれ。鉄で作られる中では最高級の杖、爪。ちょっともらえるものが違うんですね。おお、モンスターハウスか。なんだかんだ24階まで登ってきて初めて。ヘイストぐらいはかけとくか。うわ、スロー。やばい、一応失敗した。一撮りを失敗した。ドラゴンが来たぜ。これあれだな、魔法使っちゃった方が早い。ブリザーが、あ、でもそんなに威力ないね。言うほど威力がない。まあテレポの羽ぐらいだったら生まれてもいいから。連続でモンスターハウス？連続でモンスターハウスはだるいな。野生類ね。多いな。サンダが。うわ、強い。あ、あ、マジマジマジ。え、嘘。今の超油断してわ。え、ブレス全然食らわなかったのに。え、嘘。アイテム全部なくなったよ。今のはないっしょ。今のは超油断したわ。いや、ブレス22ぐらいだったじゃん、だって。やだな。まあでも、あのプラチナクラはね、刺繍したし、爪とクラはまああるから、まあ、最低限はやり直せるんだけどさ。雑魚敵で死ぬか。やっぱね、ダメだわ。あの、窓、黒魔導士が良くなかったと思う。はい。
いやまたまあまあ階層長いからね、アイテム集め直しもきっとできることでしょう。多分レベル上げないとね、今の感じ多分きついな。はい、といったところで次回ね、闇の神殿をまた、まあ、登り直すと思うので、ぜひご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。